が楽しみになれるんじゃないの。枯れ花出ればいいんじゃないの。名乗り花としていいんじゃないの。やりたいことやるために僕らは生きているんでしょう。やりたいそれでいいんじゃないの。失敗してもいいんじゃないの。どんなに悩んだってどうも結局タイミングなんじゃないの。完璧な生き方なんてできないかな。完璧な生き方なんてしたくないかな。不器用な僕は不器用なままで神様